5時30分。おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。年末年始の実家暮らしも終えて、1月5日から東京の社畜生活へと戻っています。いつも通り孤独な空間でメールを確認します。深夜に修正依頼のメールが届いていました。午前中に対応します。5時45分。仕事に取り掛かる前にシャワーを浴びます。夜にシャワーを浴びる気力がなくなってきたので、朝にシャワーを浴びることが増えました。冬の朝は気温が低く、寝起きもよくありません。暖かいシャワーによって目を覚まします。そして空中に浮かせたドライヤーで髪を乾かします。朝のドリンクを用意します。最初にプロテインを作ります。水ではなく牛乳を混ぜることで栄養価を底上げします。朝は食事をとる気力がないので液体のみです。社畜生活によってどんどん胃が小さくなります。完成しました。次にコーヒーを準備します。カフェインで目を覚ますためにいつもコーヒーの豆は多めです。このコーヒーメーカーは廊下の下駄箱に設置しています。豆が引かれる音が大きすぎて、近所迷惑になっていないか心配です。このコーヒーが生成されていく音が好きです。じわじわとコーヒーが滴ってきます。できました。いい香りです。コーヒーとプロテインを持ってデスクへと向かいます。それでは仕事を開始します。まだ外は暗く、窓際はとても冷えます。特に足元の冷えがつらいです。カーテンの隙間から冷気が漏れてきています。寒さに耐えながら仕事をします。寒さや空腹など多少危機感のある状況で仕事や勉強をする方がいいようです。危機に対処しようと脳の扁桃体が働いて集中力が高まります。ただ、いくら集中して作業をしようと仕事は終わる気配がありません。毎日のように大量の依頼が来て、それに対応する日々が続きます。
どれだけ働こうと給料は変わりません。7時、カフェインが不足しているのでもう少し摂取します。いまだにお湯は鍋で沸かしています。電気ケトルが欲しいですが置き場所がありません。カフェオレの素を入れてお湯を注ぎます。スプーンで混ぜて完成です。カフェラテが完成したので少し外で休憩します。外はもう明るくなってきています。東京の朝日はくすんでいます。空を眺めても全く気は晴れず、深呼吸もする気には到底なれません。日光を浴びながらカフェインを摂取することで眠気を覚まします。こうやって慌ただしく働いていると、ふとした時に労働とは何なんだろうと考えてしまいます。デザイナーとなった最初の頃は、世の中に自分が手掛けたものを出していけることに喜びを感じていましたが、今となってはそういう思いは薄れてきています。企業の広告はとても寿命が短く、生まれては消えてを繰り返します。まるでシャボン玉のようです。シャボン玉を作るために必死で残業や徹夜を繰り返します。作ったものが何も残らず、日々心がすり減っていきます。消えずに残り続けるクリエイティブを目指していきたいですが、現実はなかなか厳しいです。7時20分、目も覚めてきたので仕事へと戻ります。もやもやとした思いを抱えながらパソコンに向かいます。この後も引き続き仕事を頑張ろうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。